こっちにピザありますよ。座り位置になるわからない。今日いつも通りなの？今日プレゼント届けるから待ってよ、待ってよ。そしたらまたこの辺のマイクとか使ってあれだよね。 その時の状況だよね。そうですね、そうですね。よし、手伝うから大丈夫だ。お願いします。だってプレゼント買ってたからわかるよ。あー、難しかった。怖い怖い。ありがたいんですけどね。焦げちゃいっぱい使えるよ。あと私は会うのは一回じゃやらない。怖いよ怖いよ。怖いですよ。いやじゃあ借りたい。キリンさんファンが多いんですから。そうですよね。え、返さない。大概ですよ。髪の毛だんだん伸びてくるね。また切ろう。経済的地位と資質の向上図ありますかね。でも今日シンクロメッセージがないから、そうだね、おしゃれな話で終わるぞ。国を愛することの時間、今子供たちのために全日本おしゃれ番長いっぱい写真撮ってあげてね。なんかこうなっちゃうね、姿勢がね。おしゃれしなかった。おしゃれは我慢だから。なんで帽子が、なんかちょっと壊れそうな気がしてる。下向くとメイクが壊れそうな気がしてる。暑いね。今風邪をあれしてるんで、もうちょっと待ってくださいよ。始まる？ピピはよろしく。ないんだよね。そう、こっちに私一緒に見よう。一緒に見れる？しょうがねえ。聞いた？しょうがないって。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2015年1月19日ワンデーナイト21時オープン。ルーディーこと羊とクリスタル相談役、時々音楽兄さん。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ワクワクも止まりませんね。キャプテン D、 ダイヤモンドミッチーナ歌いたくてうずうず、楽しすぎて忙しい、見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか。楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。加速しました2014年、ならば今年は加速拡大、成り上がってまいりましょうか。本家本元クリスタル、行ってしまいましょう。大神、心優しき戦士たちが控えております。ご心配なく。そうそう、心配しても始まらないでしたよね。全部楽しいことに変換してしまうのがクリスタル。よくできましたね。30人超えのクリスタルメンバーがあちこちでやらかしてまいりましょう。2015年の始まりです。さ
さん、さあおしゃれだべ。おしゃれですね、今日はね。いつもおしゃれじゃない人が加速しておりますね。ね、加速してますね。お披露目は後でね。後ほど、じっくり。本人、かなりその気でいるからね。喋るとね、壊れるからちょっと。今日はあんま喋んないしね。そう、おとなしいんだ。フリートークとかおとなしくなっちゃう。おしゃれ番長来ましたのでね。おしゃれ番長来ましたね。おしゃれ番長でもね、キラキラしてないんで、ほんわか来てるけど。今日？どういうことって。あとでキラキラしますよ言ってたけどね。本当ですか？どうかしら。まあそんな日もね。ちょっと昭和な感じで。いいですね。絶対しゃべんないんだけど。いや、あの、おしゃれ慣れてないからさ、ずっとしないと崩れちゃう。はいはいはい。なんかあの、急に。どうしていいかわかんないんだけど、ね。着物を着せられた子みたいな。着物着せて、急になんかこう、ヒュンって止まっちゃうみたいなね。あの、成人式に、そうそう、初めて着物を着て。そういう感じ。そこが初めてなの？着物？うん。なんか、フリーズしてますよね。子供の頃からお正月は必ず着てたな。着てない。そう。だって一人っ子だもの。そうだよね。なんか背筋が伸びるね。おしゃれは我慢ね。寒かろうが暑かろうが、女優さんは顔から汗かきませんから、ね。今日瞬きしない。スルーされちゃった。自分のことでいっぱいいっぱい。そうなんです。今日はあの思いやらない感じになってる今ね。あんま構えないから変なことしないようにね。拾えないよ今日。では始めましょうかね。はい、ここから聞いても楽しめるクリスタル。It's showtime。音楽に。